I'm の2つの意味を見ていきましょうまず1つ目 I'm 〇〇これは私は〇〇ですまたは私は〇〇います2つ目 I'm 〇〇 i n g これは私は〇〇していますこんな感じになりますで今回は1つ目の I'm を使ったフレーズを練習していきます それでは英語フレーズの組み立て方を見ていきましょう。英語フレーズの場合、まず最初に主の内容、〇〇したい、〇〇しなきゃ、〇〇へ行った、〇〇をしていた、このように最も伝えたい内容を先に持ってきます。その後に、いつ、どこで、誰となどの詳細を持ってきて、次につなげる単語、それとその後になどのつなげる単語を使って、もう一つの内容をくっつけます。この流れでフレーズを組み立てると簡単に組み立てることができます。 で、今回は死の内容と詳細を使ったフレーズを身につけていただきます。こちらが日常会話で即使える8つのフレーズの死の内容になります。で、今回は8番の I'm まる私はまるです。またはまるしています。これを身につけていきましょう。具体的に話す例を見ていきましょう。I'm meeting 会います。これが主の内容です。その次に With my friend 友達と誰とそして Later あとで、いつ。このように一つずつ詳細を後付けしていくと簡単にフレーズが作れます。全体の流れは、まずは意味と使い方の確認をして、その後におさらいをします。そして自分でフレーズを組み立てるレッスンを行いまして、最後にリスニングレッスンになります。それでは、I'm の二つの意味を見ていきましょう。まず一つ目。I'm 〇〇。これは、私は〇〇です。または私は〇〇います。二つ目。I'm 〇〇 ing。これは、 私は〇〇しています。こんな感じになります。で、今回は一つ目の I'm を使ったフレーズを練習していきます。それでは一つ目の I'm の意味を具体的に見ていきましょう。アイムは私は〇〇です。または私は〇〇言います。イメージとしては自分の今の状況や場所、または何者なのか、または今感じている思いを伝えるときに使います。例文を見てみましょう。お腹が空いています。I'm hungry。または I'm happy, 幸せです。こんな感じになります。それでは一緒に例文を使って学習してみましょう。喉が渇いています。I'm 〇〇。喉が渇いてるっていうのは thirsty を使います。thirsty というと喉が渇く。I'm thirsty.I'm thirsty。Thirsty. 戸惑っています。I'm 〇〇。戸惑うっていうのは confused を使います。confused というと戸惑う、または混乱している。I m confused. I m confused. 私はここの中にいます。I ま m まる。ここの中、またはこの中というのは I m in here を使います。in here というのはここの中。I m in here.I m in here. 私は今職場にいます。I'm まるまる now。now っていうのは今。職場にいますって言った時は I'm at work を使います。at work って言うと職場に、職場で、または仕事中という意味もあります。I'm at work now. I'm at work now. 私は日本人です。I'm 日本人っていうのはジャパニーズを使います。ジャパニーズというと日本人、または日本語という意味もあります。I'm Japanese. Japanese. 私は退職しています。i m まる。退職していますと言ったときは I'm retired を使います。Retired というと退職した、または引退した、こんな意味があります。I'm retired. I retired. ごめんなさい。I'm○○。ごめんなさいは、sorry を使います。sorry っていうのはごめんなさい以外に残念とか気の毒っていう意味もあります。I'm sorry, I sorry. 定かではありません。I'm not○○ 〇〇。 定かではないって言ったときは not sure を使います sure っていうのは確かとかはいとかもちろんこんな意味があります not sure っていうと確かではないという意味になります I'm not sureI'm not sure, not sure. 向かっている途中です I'm○○ 向かっている途中っていうのは I'm on my way を使います on my way っていうのは向かっている途中 on the way だと道の途中 I'm on my wayI'm on my way 遅れてすみません I'm sorry I'm○○I'm sorry って言うとすみませんとかごめんなさい遅れてとか遅刻っていうのは I'm late を使います Late って言うと遅刻とか遅れた I'm sorry I'm lateI'm sorry I'm late 明日暇です。i m まる tomorrow. Tomorrow は明日。暇ですって言った時は I'm free を使います。free って言うと空いているとか暇または無料という意味もあります。I'm free tomorrow. I'm tomorrow free ショックです。i m まる。ショックですって言った時は I'm shocked を使います。shocked というとショックとか驚いたっていう意味があります。I'm shocked.I'm shocked. shocked. 急いでいます。I'm まるまる。急いでいるって言ったきは I'm in a hurry を使います。In a hurry って言うと急いでいる。I'm in a hurry.I'm in a hurry. In a hurry. 怒っていないですよ。I'm 〇〇怒っていないと言ったときは I'm not angry を使います。I'm not angry. 待ちくたびれました。I'm まるまる。待ちくたびれたと言ったときは I'm tired of waiting を使います。Tired といったとうと,疲れた of waiting と,言うと待つことに疲れた。 なので待ちくたびれましたになりますそれではレッスンを始める前に単語とフレーズのおさらいをしてみましょう喉が渇く Thirsty 戸惑う混乱する Confused ここの中 In here 職場にいる At work 日本人、日本語。Japanese。退職。retired. ごめんなさい。sorry. 定かではない。not sure. 向かっている途中。on my way. 遅れた、遅刻。late. 暇空いている。free. 明日。tomorrow. ショック、ショック、急いでいる、in a hurry、怒っていない、not angry、待ちくたびれた、tired of waiting。それでは Let's start the lesson。日本語を英語に訳してください。喉が渇いています。I'm thirsty. 戸惑っています。I am confused.I am confused. わたしはここの中にいます。I'm in here.I'm in here. わたしは今、職場にいます。I'm at work now. わたしは日本人です。I'm Japanese.I'm Japanese. Japanese. 私は退職しています。I'm retired.I'm retired. retired. ごめんなさい。 「I'm sorry」「定かではありません」「I'm not sure」「I'm not sure」「向かっている途中です」「I'm on my way」「I'm on my way」「遅れてすみません」 I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. I'm free tomorrow. I'm free tomorrow. I'm shocked. I'm shocked. i I'm in a hurry I'm in a hurry I'm not angry I'm not angry I'm tired of waiting. I'm tired of waiting 英語を日本語に訳してください。で、今回は特にリピートはしなくて OK です。I'm thirsty. 喉が渇いています。I'm confused. 戸惑っています。I'm in here. 私はここの中にいます。I'm at work now. 私は今職場にいます。I'm Japanese. 私は日本人です。I'm retired. 私は退職しています。I'm sorry. ごめんなさい。I'm not sure 定かではありません。 I'm on my way. 向かっている途中です. I'm sorry, I'm late. I'm free tomorrow. 明日暇です. I'm shocked. ショックです. I'm in a hurry. 急いでいます。I'm not angry. 怒っていないですよ。I'm tired of waiting. 待ちくたびれました。今回もこれで以上となります。今回のレッスン気に入っていただいた方はぜひいいねボタンお願いいたします。まだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは、ありがとす。